ドイッチュラントは、ハンブルクアメリカラインに EN が所有していた客船。二度の解明を経て25年間使用され続けた。ハンブルクアメリカラインの社長であるアルベルト・バリーン EN の構想では、ブルーリボン賞をダッシュするような高速船主航する予定はなかった。その代わりに、低速ではあるが、大型で、価格を多く輸送でき、かつ豪華で快適な船内サービスを、 提供可能な戦隊で同業他社に対抗しようと考えていた。ハンブルクアメリカラインの重役人は、北ドイツロイドライン客船、カイザー、ビルヘルムデア・グロッセの成功を見て、最高速船の就航が営業戦略上有利と見ると、アルベルト・バリンに新造船建造を愚心した。これは、新興ドイツ帝国の国威発揚と会社のイメージアップに寄与できる。 と、陽動も加えた。しかし、アルベルト・バリーンは、時の皇帝、ビルヘルム2世の経済政策アドバイザーでもあり、カイザー・ビルヘルムデアグロッセが、王室と、政府からの特別助成を受け、有事には、仮想巡洋感に転用する条件で建造された、事情を知る立場として、通常の政府航路助成金と、自社資金で賄うブルーリボン賞記録にかなう。 高性能の心臓船建造は、同じ特別女性は期待できず、予算度外視に等しい、割高な船体価格に見合う、収益形状には、懐疑的だった。時には、世界初の大型クルーズ専用客船を、心臓するなど大胆な決断をする、アルベルト・バリーンだったが、計画的な経営戦略が慎重で、この一過性のプランは、受け入れられないものだった。ところが、 予定外の米西戦争に、自社船売却から余剰金が発生し、その代金を口実に迫る重役たちに押し切られ、渋々ながら、本船の建造を決定してしまう。周囲希望に沿った船名、ドイッチュラントを授け1900年に浸水した。予定通り、大西洋横断を5日弱で成し遂げ、客船カイザー、ビルヘルムデア・グロッセから、ブルーリー・ボン賞を奪った。 ハンブルクアメリカラインの所有する船舶で唯一、煙突が4本取り付けられている船であり、全長684フィート、全幅67フィート、総トン数16,502トン、巡航速力22ノットで1等、2等、3等客を合わせた2,050名を運ぶことができた。ドイッチュラントは高速ではあったが、決して快適とは言えなかったため乗客には、 不人気だった。一番の理由は、激しい振動があり、乗り心地が悪かったことにある。これは、ライバルのカイザービルヘルムデア・グロッセとほぼ同じくらいの、船体サイズに、石炭焚きレシプロ機関で、それより6800馬力も大きいエンジンを搭載したためであった。1910年、ドイッチュラント一隻では、効率の良い配線も組めず、 満足な収益を上げられない元船を大西洋定期便から外し大幅な改装を行った。エンジンは別のものに置き換えられ、船体はすべてを白色で塗り直し、乗客定員を1等のみの500名に減らし1906年にジャマイカで難破したクルーズ客船の講師プリンセシン・ビクトリア・ルイゼイエヌの後継にビクトリア・ルイゼと改名され、クルーズ専用として主に バルト海、地中海水域に活躍の場を移した。ビクトリア・ルイゼは、ドイツ政府による第一次世界大戦での徴用は、免れ、終戦による、戦勝国へ賠償戦場とも旧式戦として、割り当てから外れた。1921年、ハンザと改名した元船は、スティアレッジクラスの移民船として運航されたが、アメリカ合衆国が、 移民法改正による制限を設けたため、この公開は成功したとは言えず、ンザは1925年にスクラップとなった。ありがとうございます。